<で>どうも PDR さんです何してんのストプリの事務所に狙われてるえっもしかして批判したから相棒のことを消そうとしてんの違う PDR さんの動画を消そうとしてる何だよ以前ストプリの七森の不倫について取り上げたじゃないですか誰だっけそれ「不倫トランクス」ああ 視聴者さんにストプリの画像を使う時は気をつけた方がいいよって言われたのでサムネで使った時はモザイクをかけて使ったけどけど動画の削除要請が来ましたうわーやっちまったな YouTube c ピ p y r i g h t からメールが来たんですけど詐欺でではありません,待ちもんです問題はやはりサムネのようですぼかしておりますが ストプリのメンバー七森の公式イラストを無断使用しており、著作権侵害です。至急削除お願いいたします。相棒どうすんのこのメールを最初パッと見たとき、うわぁ、めんどくせぇ。って思ったんですけど、よく読んだら、お客様、いつも YouTube をご利用いただき、ありがとうございます。いえいえ。お客様の動画について、下記の通り、著作権侵害の通知を受けました。はい、フリントランクスさんの事務所がおこでございます。 お客様の動画のコンテンツは、フェアユース、公正取引、または同様の例外措置で保護されていると思われますえそのため、この度はお客様の動画を削除しない予定です嘘だろ YouTube 様が、相棒の肩を持つなんてうっうっうっにゃ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 、<laughs> <laughs> でも、サムネは変えますなんでこれ以上は揉めたくないので まあ確かにこんなどうでもいいことで揉めんのめんどくせえよなあとネタを提供してくれたストプリ様の事務所へのお礼として変えますネタ提供ありがとうございますではサムネを変えてきますよーしーやりますか A few moments later できた はい。以上、ストプリの事務所が PDR さんの動画を消そうとしたっていう話でした。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。おとといの動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。では。